ブラティスラブップのシェバツは、セルビア出身のサッカー選手。ポジションは FW。セルビアの FK コパオニクブルスでキャリアをスタートさせ、パルチザンベオングラードのユースに所属した後、2005年に、セルビアの FK ナプレダククルシェバツでプロ契約を結ぶ。その後、セルビアの FK コパオニクブルスや FK ナプレダク、クルシェバツでプレーした後、2010年に、 ルーマニアの FC オッツェルルガラツィに移籍。FK オッツェルルガラツィ在籍時には、2011から2012シーズンには UEFA チャンピオンズリーグに出場し、ベンフィカやマンチェスターユナイテッドと対戦している。2012年から2013年6月まで、ルーマニアの FCM トゥルグムレシュにレンタル移籍した後、2013年7月末よりアビスパ福岡に練習生として、 トレーニングに参加。2013年8月23日、アビスパ福岡より加入が発表された。2013年9月1日、J2 第32節、ジェフユナイテッド千葉戦で、後半11分に、金久保淳と交代し、J リーグ初出場を果たす。2013年9月7日、第93回天皇杯全日本サッカー選手権。 大会2回戦の栃木 SC 戦で公式戦初得点を決めた。189センチの長身と高い身体能力を活かした空中戦での強さ、打点の高いヘディング、ポストプレイが持ち味。さらに、スタミナとキック力も兼ね備えた大型 FW。ありがとうございます。